こんにちは。お出かけはポコでーす。いつも動画を見ていただき、ありがとうございます。今日は、群馬県桐生市の梅田の方に向かってます。先日ですね、動画をアップした、消滅した温泉地、押山温泉の第2弾です。行ってからもですね、いろいろ調べてみました。川島信之さんの切符のしおりという本をですね、図書館で借りていろいろ見てると、その中にですね、前回の廃旅館とは別に今残ってたらおそらく大流行りであっただろう巨大な旅館、押山館、おそらくね、この旅館が古くから一番のメインの温泉ではなかったかと推測されます。押山温泉は足利幕府の滅んだ年にはあったとされる。温度下し96度以上120度以下という記録もあるから、熱いお湯が出てた時もあったようだ。ただ押山温泉の近畿という気流の民話が残っていて、歴史上突然冷たくなったり熱くなったりと状態が変わったことが3度ほどあったようです。京都三条大橋脇にある土下座像として有名な幕末の尊王思想家高山彦九郎が書いた日記では、押山温泉が書かれていて、江戸時代には湯治場で栄えていたらしい。また昭和46年発行の群馬の温泉医学という本にも温泉地として紹介されているようだが、今現在この温泉地は消滅している。押山館の跡地は今民家になっていて、場所的にはですね、温泉神社の近くではないかと。おそらくですね、温泉神社の方に、源泉がの跡がありそうですね。でその源泉の跡を見に行きたいと思ってます。前回の動画で場所が分からなかったんですけど、もうダメだ、もう怖すぎる、もう汗びっちょし、温泉神社が分かんないですね。これもうこれ以上一人では探索無理だな、怖すぎて。誰か一緒に行こう。まあ一人で行くにはね、ちょっと怖すぎた場所でビビリの僕には不向きなんですけど、誰か一緒に行こう。その温泉神社の場所を知ってる人が、林道に詳しい林道マスター、ね、秋キツネさん、元 ADV150 オーナー林道好きなピヨ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 さん、探索も一人じゃないから怖くはないんです。いやー、僕一人じゃなくて仲間ができたんで嬉しい。ということで、温泉神社と源泉の跡、探検したいと思います。今はもうなくなってしまった、失われた温泉地、そういうところにロマンを感じちゃうんですよ。怖いところはね、一人じゃないっていうのはいいな。もうね、ここだと一人怖いんですよ。怖いよ。早いな、みんな。じじい、ゆっくり。うわ、どんどん離されてしまう。みんな早いな。怖いんだよね、まだ苔がね、ここね、蒸してて。ん？ここか。ここですか。怖えー。怖すぎる。ここは一人じゃいけないわ。あ、ここは全然気がつかなかったっすね。怖え、鳥もホラー映画みたいに鳴いてるし。まあ、この鳥ですからね。え、鳥どこや？あ、これ？はい。怖え。地中に埋まってます。半分以上。怖え。
怖すぎますね、ここは。ここが温泉神社ですか。イノシシの罠もありますね。いたらもっと怖かったですけど、これ一人じゃ絶対無理。うわぁ、完全に透過してる。これが源泉かな。はい、ここが源泉です。あ、そうなんですか。あ、本当だ、パイプもある。ここか、源泉は。さすがに湧いてないですね。これか。でもなんとなく温泉の匂いしません？ん？硫黄っぽい匂い。言われてみれば。ちょっと酸っぱいような。確かに。いや、今しましたよね。うん、なんとなく。無理じゃないですね。いや、ちょっと無理ですよね。確かに温泉っぽい匂いがする。ここは薬師如来さんがいるのかな。わ、すごい。すごい。あ、こっち側が神社なんですね。ここに社がある。いやー、これは気づかなかったな。ここから熱いお湯が出てた頃、どれだけの人が癒されただろうか。戦国時代、江戸時代、戦って傷ついた人、病気で苦しんでいた人たち。未来は病院という場所があるけど、彼らにとってこの押山温泉が病院だったのかもしれない。この源泉はきっと多くの人を救ったんだろう。最後までご覧いただきありがとうございました。